さてですね、え、化け物語、斎藤さん知ってましたはい。ええ、オーディション受けたし。ああ、じゃなくて。はい。そもそも知ってたかどうかってことそもそも知りませんでした。オーディションの時に初めてで、で、その時に原作本が置いてあって、分厚みたいな。分厚まあ、そうですね。新書サイズっていうのかななんかこう、カバーが付いててね。そうですね。で、初めてですね。 あ、そうなんだ。知ってました僕はね、一応知ってはいたの。あの、店頭に並んでいてすごく目立っていたから。うんうんうん。うん。やっぱりあの、ボックスの形でさ、店頭に並んでるとすごく目立つじゃないほんと目立つ。うん。で、すごくデザインがさ、素敵だったから。うん。だから、うわ、なんか新しい、あの、小説が創刊されたんだなと思っていて、で、タイトルも化け物があったり、なんて読むんだろう、これ、みたいなところから、気にはなっていたんだけれども、まあ、店頭で手に取る。 だけにとどまっていたのね。うん,うん、うん。だから、まあほとんど、あの、斎藤さんと変わらない感じだったんだけれども、うんね、まあこれがアニメ化しますって言われて。どうやってって思うよね。うん、まあ実際そのアニメ化しますって言われて、<laughs> うん、ええー、まあオーディションの時に読んだのそう。そうですね。はい、でもね、読んでないね。読んでない。正しくは読んでない。正しくはオーディションの時に行って、置いてあって、うん、自分が出て、 自分のそのオーディション資料にあったところぐらいはパラッと見たけれど、あ、これは物量がすごいな。よし、じゃあ、このオーディションの寺に書いてあることから私が感じることをやるしかないな。って、いつもの通りにやりましたよ。で<ー>、下着、ね、決まりましたって言われた後にちゃんと読みました。うん、そもそもさ、オーディションで最初から下着だったの違います。そうだよね。はい。皆さんの予想通りでございます。<laughs> <laughs> ちょっとこっちもやってみてみたいな感じだったのあの、一応いただいていて全部の資料をね。うん、あ,あ、そうなんでで、それで、えっ、ー、と、まあ、もう一つ、まあ、私が多分一番最初に、斎 <laughs> 藤さんだったらこの役だろう、まあえて言うまい。あえて言うまい。<て>まいみんなが想像してたやつと、あ,あ,はい、あと、下着をじゃあ、受けてくださいって言われて。ああそれで結構下着をやったんだけど。すごい今だから、ここだけの話ね。うん、私でも下着の方が全然しっくりきたんですよ。あ、そうなんだ。うん うん。でもほら、そういうことさ、あんまり周りに言うとさ、しょっぺーしょっぺーみたいなことにあったからだと思って言わなかったんですけど。まあ、実際今聞いてる人はしょっぺーしょっと思しょっぱいだと思ってるでしょ思ってるでしょだからここだけの話って言ってるの。ここだけの話も何もこれ入っちゃうんだよね。入っちゃうか。じゃあここカットすればいいじゃん。まあ、編集版ではじゃあカットしていただいて。ああ、いや、今面白い話だったなぁ。残念ながらパッケージ版じゃないと入ってないんですけどね、今ね。でも本当に、下着がすごくしっくりきて、というか逆にしっくり来なかったんですよね。 何が難しい。<laughs> えっとね、下着って、あの自分でやってて思うんだけど、うん、あの、自分の本心を言うことの方が少ないでしょ、うん、だから喋っている言葉が全部、えっ、ー、と、言葉通りではないんですよ。うん。ウィットももちろん入っているんだけど、だからオーディションの時に喋っている時も、その違和感がすごくあったの。うん、でも私、下着っていう女の子がどういう子なのかを原作を読んでないから分かってないから、うんうん、なんだけど、すごくこの子が喋ってることの言葉、 そのもの、文章そのものにすごく違和感を感じたの。だから、この子って多分今、このオーディションの資料に書いてあるセリフっていうのは、あ、全部この文面通りに喋っているわけじゃないんだな。なんか違うな。違和感があるな。彼女の中で違うことを考えて喋ってるんだなと思いながら演じていたの。で、それを、オーディションを買った後に原作を読んで、あー、こういうことだったんだっていう感じ。うんうん だから、後から、えっと、自分が感じてた違和感は、あ、正しかったんだな、っていうのに行き着く。なるほどね。みたいな感じ。